この沿道をその5名の選手が通過しています。そして中島選手が通過しています。モンスターからは1人選手が入ってますね。この選手とか今この選手の選手が今スタートのスーパーアップで
てまいりと、ペースも上がってますね。さあ、こう、前のペースが上がりますと、大丈夫です。はい。この終わりの時間を最高の時間になるように、皆さん、楽しんでもらいたいなと思います。はい。そうですね。頑張れ。
長は逃げている中でツーランを打ろうとしているものを進んでいます。かなり体力が消耗しているのが今、今は手を当てながら走っていますけども追走集団に追いつきました。追いつきましたね。さあここで5人の下のマルタン、はい、勢いがない感じがしますね。みんなも結構落ち着いているのかなという印象ですが、はい、山本選手、そして今畑選手が前に来ましたけれど、前の差はまだ縮まっていない。25秒というところです。みんなが25秒、残り9回の攻撃を切りました。もうここからポイントとなると結構厳しくなってきてるんじゃないでしょうか。そうですね、5キロで25秒、特にこういったコーナーの多いコースではなかなかタイミングが作れるようになっています。普段は10キロ1分で進めるというのは定説なんですけれども、はい、なかなかこういったコーナーの甘い風、フランスのコーナーちゃん、マフィーチェン、フランスリーゲボン、さあ、水槽と戦闘の差は5秒6、6秒くらい差があります。さあ、残り 2.1 秒、全然の差が頑張れ、ゆらげ、さあ、この戦闘は残り